今年こそ、念願を果たして、ポスティング制度でのメジャー移籍が実現しそうなのは、広島のエース、前田健太投手、27、である。前田は、昨オフも、ポスティング移籍の希望を持っていたが、黒田博樹投手、40、の復帰などで、チームの優勝ムードが盛り上がり、据え置きとなった経緯がある。優勝こそできませんでしたが、今年も、エースとして15勝8敗を挙げて、2度目の沢村賞も受賞した。その活躍が認められて、オフには円満移籍が実現するでしょう。本人が、侍ジャパンの一員として出場するプレミア12、後にメジャー挑戦を宣言することになると思います、スポーツ紙、広島担当記者。もちろん、受け入れ側のメジャー球団も注目しているのは確かだが、昨年ほどには前見株が高くないのが実情なのだという。一つは、メジャーの FA 市場の需要と供給のバランスだ。メジャーに詳しいスポーツライターが解説する。昨年は、ワシントンナショナルズと契約したマックス・シャーザー投手ら1000球の先発投手が、市場に数人しかいなかった。ところが、今年は、トロントブルージェイズのデビッド・プライス投手や、ロサンゼルス・ドジャースのザック・グレンキー投手ら、先発の1番手、2番手を任せられるエース級の FA 投手が目白押しなのです。先発の補強を目指すチームは、そうした国内有力投手との交渉が最優先だという。前田の評価は、ニューヨーク・ヤンキースの田中将大投手や、テキサス・レンジャーズのダルビッシュ有投手を、エース格の S クラスとすれば、まっすぐの威力がそれほどないために、A クラスとの評価が多い。それでも、スライダーのキレがあるので、先発の4、5番手は務まるのではと言われています。FA 市場では、1000球の争奪戦に敗れたチームが、前県襟に流れてくるため、交渉の動きも自然と遅くなると見られている。それと、もう一つ、スカウトたちが気にしているのが、マウンド上でしばしば見せる彼の仕草なんです。こう語るのは、スポーツ紙のメジャー担当記者だ。あるメジャーのスカウトによると、今季の前田は、マウンド上で、しばしば、神経質そうに腕を回したり、肘を後ろに引きながら、肩の周辺を触ったりと、肩関節を気にする素振りを見せていたそうです。前田は、登板前やイニング間に、ベンチ前で、肩甲骨の可動域を広げるために行う前拳体操が有名ですが、それとは別物です。何か変調がなければ、ああいう仕草はしないはず。入念なメディカルチェックが必要になると言っていました。ダルビッシュや田中も、移籍後に、肘の故障で手術を余儀なくされた。日本人投手は、高校時代からの登板方で、移籍後に故障を発症するケースが多いので、その辺も気にしているようです。昨年、メジャー移籍も視野に入れていたオリックスの金子千尋投手、31、も、事前のチェックで、肘の故障が発覚して断念した経緯がある。前田についても、故障を危惧して二の足を踏む球団が出る可能性もあるというが、厳しいメディカルチェックを乗り越えられるか、